皆さんこんにちは、ショータイムです。今回はですね、まあサムネ、このタイトルを見てもらったら分かる通り、日本の秘密兵器、まあ A 代表初選出ということで、まあ、奥川選手についてね、紹介していきたいと思います。まあこのね、奥川選手に対して、まあ堂安選手が、まあチームの事情によってね、まあ日本代表に借り出すというか、送り出すことができないということで、まあ仮にこの奥川選手が、初選出が濃厚になってきたというところでね、まあこのザルツブルク、所属するザルツブルクが、コロナ陽性者がね結構出てしまったということで、一時はね、まあ亡くなってしまうのかなというところでしたが、まあこの今朝というか、まあその後に出た、ツイッターのニュースで、まあその陽性の選手たちがね、まあ再判定したところ、まあ陰性だったということで、まあまたまた、A 代表初選出が濃厚になってきたというところで、まあね、いまだ、確定要素ではないですけど、まあこの奥川選手に対してね、まあ J リーグでそこまで、名を知れて海外に出ていった選手でもないですし、まあもともとね、結構詳しい方なら知ってる方も多いのかなと思いますけど、まあ知らない方も結構多いと思うんで、まあこの奥川選手一体何者なのかについてね、今回紹介していきたいと思います。はい、というところですね。まずは、奥川選手の、プロフィールだったり、今までの経歴っていうところをね、話していきたいと思います。奥川選手はですね、奥川雅也選手ですね、は1996年の4月14日生まれの、まあ、現在の24歳ということで、まあ、まだ若い選手です。まあ、一応、滋賀県出身ということで、176センチ、66キロということで、まあ、そこまで身長は高くないものでね、まあ、主にミッドフィールだったり、フォワード、まあ、前線のね、プレイヤーの選手で、活躍していて、まあ、利き足は左足ということで、まあね、非常に、突出した才能を持ってます。もともとですね、アンダー15、アンダー18ということで、まあ、ジュニアユース、ユース時代は京都産外市で過ごしていてね、まあ、その頃から、まあ、京都のネイマールと言われるぐらい、まあ、ドリブルの上手い選手で足元のある選手でした。まあ、2015年にですね、まあ、そのままトップ昇格して京都産外に行ったものの、まあ、その年の途中でですね、ザルツブルクに、移籍しました。まあ、この、京都産外で試合に出場したのは、だったのですね、5試合程度ということで、まあ、そこで1点の得点を取っているもので、まあ、この5試合で、まあ、J リーグを、ね、去るというか、まあ、J リーグから旅立つというのはとても珍しいことだと思いますし、まあ、ユースだったりジュニアユース時代から、目をつけられていた選手なのかなと思いますし、まあ、アンダー世代だったりの、ね、代表入っていますので、まあ、その頃から、注目はされていたのかなと思いました。まあ、そのザルツブルクに15年に移籍してから、まあ、いろんなチームに移籍して、リーフェリングというチームに移籍したり、まあ、ホルシュタイン、キールというところの、まあ、ドイツのチームに移籍したりと、まあ、点々と期限付き移籍をしつつ、まあ、今はね、ザルツブルクで活躍しているということです。まあ、このザルツブルクっていうのはね、まだ知らない方も、J リーグのファンだけだったら知らない方も多いのかなと思いますけど、まあ、リアプールに、今現在所属しているね、南野選手がかつてね、ザルツブルクに、所属していた経験もある、まあ、オーストラリアの、名門クラブでですね、最名門クラブで、まあ、かつてはね、まあ、その南野選手以外にも、まあ、今ガンバ大阪で、監督をしている宮本監督も、プレイしていた経験がありました。まあ、京都サンガの、まあ、ジュニアユースだったりユース時代から、まあ、先ほども言いましたけど、ネイマールと言われるぐらいね、ドリブルだったり上手い選手で、まあ、注目されていた選手でした。まあ、その頃からですね、まあ、海外の選手も結構注目していてね、まあ、トップ昇格後、すぐに、まあ、先ほども言いましたけどザルツブルクに移籍して、まあ、そこからね、ドイツの2部だったり、まあ、その同じリーグのね、期限付き移籍という形で、まあ、経験を積んで今はね、ザルツブルクの、スタメンとしてね活躍しているということがありました。まあ、そのヨーロッパに、この奥川選手の名がね轟いたというか、まあ、知れ渡ったのが11月3日ということで、まあ、バイエルミュルヘン戦 2対6とね、その試合は負けてしまったものの、ね、まあ、途中出場で奥川選手は、まあ、カウンターから、パスを鋭いパスを、しっかりと決めたり、まあ、途中出場ながら、ね、右足のシュートを決めるということで、まあ、しっかり、ね、結果を残したということで、まあ、そこで、ね、まあ、結構奥川選手の注目度も上がってきました。まあ、奥川選手という、ね、知らない方も多いのかなと思いますけど、左足で、まあ、結構、ね、珍しいというか日本にはそこまでいない、まあ、堂安選手だったり久保選手が左利きですけど、まあ、そういうタイプに近いというか、まあ、ドリブラーの選手で、まあ、ボールタッチというところでもね、鮮やかな選手で、まあ、左右、先ほども右足でシュートを決めたというところも言いましたけど、まあ、左右両足ね、しっかりと足の使える選手です。まあ、自分自身もね、たまに、ザルツブルクの試合だったりを見て、まあ、この奥川選手を見たりというところありましたし、まあ、最近、結構ね、名前が轟いてから、まあ、見る機会だったりというのも増えてきましたけど、まあ、京都産業時代はね、なかなか、そこまで J リーグ
というところでね、まあ見る機会も少なかったね、見ることもなかったですけど、まあここ最近で、ね、結構 Twitter だったり、まあ YouTube というところでもね、見る機会も増えてきて、まあそこでもね、前線のプレーは、結構できますし、まあ先ほども最初の方に言った通りね、ミッドフィルダー、フォワード、まあ結構ね、複数のポジションをこなせるというところもね、この奥川選手の強みなのかなと思いました。まあ2列目だったり、前線どこでも、自在にプレーできる、理由の一つとしてね、まあ右サイドだったら、まあ左利きということでカットインというところもありますし、まあ左サイド、で起用された場合は縦に突破して、まあクロスという形でね、まあ左右両方こなせるっていうのはとても、この奥川選手の、強みなのかなと思いましたし、まあこのトップ下というところで活躍してもね、まあ得意の左足を武器にね、まあミドルシュートだったり、まあ決定的なパスというところもね、出せますんで、まあ、とてもね、見たことない方もね、魅力に思われる選手なのかなと思いました。まあ、この唯一のネックというか、まあ、この初選出された場合ももちろんね、見たい選手はたくさん多いのかなと思いますけど、この一応ネックとしてはですね、2014年の、U19 の選手権を代表にね、まあ、この代表に呼ばれてないということもあってね、まあ、そこが、唯一のネックというか、まあ、溶け込むのに少し時間がかかるのかなというところですけど、まあ、ここはね、まあ、海外のプレーしてるということもあってね、まあ、コミュニケーション能力というところもね、非常に奥川選手は高いと思うんで、まあ、そこは心配ないというか、まあ、心配ないところなのかなと思いましたけど、一応ね、欠点というか、ね、ネックとして、発表させていただきました。というところで、ね、まあ、自分自身も、この、まあ、まだね、このコロナの状況でチームがこの奥川選手を代表に送り込むかというところは決まってませんけど、まあ、もしね、代表初選出された場合は、非常に注目して見ていきたいと思いますし、まあ、この J リーグでなかなか見る経験のなかった奥川選手をね、まあ、J リーグファンの方にも改めて知っていただきたいなと思って今回、特集させていただきました。ということでね、まあ、自分自身も、そこまで深く、奥川選手を知ってるわけではないんで、まあ調べつつ、まあ自分の知ってる奥川選手の経験をね、知識を生かしつつ、今回は話させていただきましたということで、今日もご視聴ありがとうございました。この動画いいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。まあもう少しでね、また代表というの活動もね、増えてきますんで、まあ初選出された場合は、ぜひチェックしていただきたいですし、まあ初選出されなくても、まあ他の選手が追加招集されたりというところもありますんで、まあぜひね、日本代表を応援していってほしいのかなと思いました。ということで今日もご視聴ありがとうございました。ではまた。Bye!